こんばんは、たつみです。こんばんは、ゆみねえです。今日もさ、朝やってたんだけど、何？今の話題といえばさ、うんうん、一平ちゃんはみんな知ってるよね。ねえ、一平ちゃんの話題でさ、まあもちろんこの事件みんなよく知ってると思うんだけど、うんうん、今日ね、はい、ちょっとやってたのは見たのはさ、うんうん、なぜ FBI が捜査をしてるか、うん、FBI ってアメリカ連邦捜査局言い方連邦捜査局FBI だからね、うん、それがやってるということはさ、うん、ただ単に一平ちゃんのギャンブル好きのこれは事件ではなく、うん、もっともっと奥深いものがあるというふうに、うん、まあ、見てるね、うん、まあ、そういう報道だったわけ、うん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 、でこれね絶対俺も当たってるなと思ってて、うん、あのすごい報道があってさ、で大谷君がやって記者会見やってね、うん、こう発言がさ、うん、最初に出た報道と一点ガラッとする、まあそうね、うん、でどうしてなんだろうと思うとさ、うん、やっぱねあの時点で、うん、最初に多分一平ちゃんがどっかの ESPN かなんかで答えた時はさ、うん、なんか助けてもらった的なさ、ね、そんな話でしたよね。だったでしょ、うん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 、であれもね俺まんざる嘘じゃないと思う。大谷君というああいうさ、こう何人柄だとさ、うん、あれだけ世話になってたら、うん、助けないやっぱ、うん、まあ、それと自分の口座からお金がなくなったっていうのは、うん、全く分かんないっていうのはおかしいもんね。そうだよね、うん、メールなりなんなりで来るわけじゃないですか。それ6回も引き出されてたらさ、それを全て分かんないっていうのは、まあ変だよね、ちょっと変だよね。まあ、多分今マスコミはそういうところに注目してんだと思うわけ。まあ、でもさ、これはね一平ちゃん司法取引したと思うわけよ。でこれはもう FBI から、うん、このね、もう今やさ日本の宝どころじゃないよ、この大谷翔平だよ。もうね、歴史に、ね、残る人物ですよ。 そうでしょ、うん、その人生を狂わすかもしれない、うん、そんなことでいいのかって言われたと思うよ、うん、だったらお前もうあらいざらい全部話せと、うん、その代わり大谷は一切関係ないということに、うん、これはね多分同意したんだと思う、うん、大谷さんについているドジャースの弁護士も、うんうん、やっぱ徹底的にそこは話し合って、うんうん、もう一切関係ない、うん、その代わりは司法取引して、うん、承認保護プログラムで、うん、もうどっか山の中に隠れて隠してる、うん、半ばもう出られない換気だ、うん、でもうそこで全部話して、うん、狙うは、うん、堂本以下の、うん、アメリカで何が絡んでるか分かんないじゃん、マフィアとかさ、うん、それも全部知ってる情報は出せと、うん、ルフィみたいな、ルフィちょっとちっちゃくねえか今私も言って思った、ね、ちょっとちっちゃかったな。まあでも要はさ、ああやって芋づる式にどんどん出てきたわけじゃん、ルフィの式もさ、まあ、それをやっぱアメリカ連邦捜査局がやってるということは、うん、ただ単にカリフォルニア州で起きたちっちゃな、うん、こう何賭博事件ではなく、うん、そういうことになってんじゃないかなって、ね、なるほどね、あるね、それあると思わない？うん、あると思う、うん、ああやってね今実際大谷君ちょっと不調とは言わないけどさ、うん、そうなのよ、実際やっぱりね、うん、動揺してるんだと思いますよね。いや、しないわけないと思うよ。そうだよね。だからまあ一平ちゃんを使って大谷をはめようとしたっていうこともあるかもしれない。いや、絶対それはあると思う。やっぱりよく思ってない人もね、少なからずいるからね、きっと。それはいるんじゃないかなと思うね、まあ、あれだけになればね。だって開幕と同時にさ、あの事件発覚するってね、ちょっとタイミング的に発覚というかね、そうだよね。いや、だからまあいろんな要素が含まれていて、とにかくだから大谷の人生を狂わすようなことだけはしないように、そうなの、というふうになったんじゃないかなと思って、お願いした、お願いしたいな。うん、ということでだ、はい、俺がやらなきゃ誰がやる、3年ぶり復活だ、行ってみよう。おう、タツニーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りします。
ゆみねえの俺がやらなきゃ誰がやる、あよいしょ、いいね。久々に聞いたな、これな。懐か、え、っていうか、声変じゃね声変、俺の、そう。変ちょっと。どうしたのそれ。今のと、あの、ジングルの声と違う？違う。あれはね、実は3年前に、録音してるやつなんだけど。うんうんうん、そうですよね。違ってるか。うん。違ってるか。いや、あの、あれだね。うん。なんで声が変なのかというと、これは説明すると長いんだけどさ、うんうん、実はね、うん、今年の初めに、うん、俺のこと皆さん分かってるかな？分かってないよね。分かってないかも。ちょっとじゃあ先にさ、そうね、うん、あの、うん、私が誰なのか、相方は誰なのか、ということで、うん、この番組はですね、実は3年前までやっていた、うん、当時木曜夜9時からだったね。そうですね。うん、やっていた、うんうんうん、タツニユミネの俺がやらなきゃ誰がやる、うん、という番組です、はい、それが本当丸3年だよね。そう、コロナがあって、コロナがあってね、しばらく、うんうん、ちょうどさ21年から、うん、コロナがあってできなくなって、うん、で丸3年ぶりに復活をするという ね、 うね、はい、だからもしかして聞いてる方は、うん、あ、こんなのやってたねと思ってる方もいらっしゃるかもしれないね。ねえ、いてくれるかな。うん、うちのそのね、俺やらが、通称俺やらっていうんで皆さん覚えてくださいね。ね。俺やら。うん、はい。ね。略して俺やら。うん。ね。で、復活してほしいっていうね、うん、お便り結構いただいたんだよ。ありがたいですね。ね。直接ね、うん、あの、Facebook とかね、うんうんうん。はい。Twitter とか、まあ、個人それぞれで僕らがやってるところにもあったし、うん、番組にもあったし、うんうん、すごいありがたかったんだけど、まあ、なかなかちょっとタイミングが合わなくて ね、 ね、 そうですね、できなくてね、ようやく帰ってくることができたんですよ、うんうん、はい、で私はですね、はい、東京在住で、はい、まあ、ユミネも東京在住なんだけどそうそう、今ここで喋ってるのは東京のスタジオで喋ってます、はい、でやってる仕事はですね、皆さん、うん、よ知ってると思うけど、うん、北朝鮮に拉致をされた日本人の話って皆さん誰でも知ってると思うね、はい、でその日本人の皆さん、皆さんはよく知ってるのは横田めぐみちゃんかな、うん、あとは有本恵子ちゃんとかね、うん、北海道だと石岡徹さんという方がね、うん、関連深い人もいるんだけど、はい、まあ、これはあの政府が拉致だと認めている被害者の皆さんのご家族ね、うんうん、はい、で実は拉致されてる人って政府が認めてる人たちだけじゃないですよね、うん、もっとたくさんいらっしゃるのね、うん、で僕らがそういうのを調べてる団体の、はい、私は幹事長をしてるんですね、はい、で、まあ、なんでこんなラジオやってんのかっていうとですね、うん、拉致問題ってみんな知ってるけど、うん、なかなかね本当のことってよく知らないんだね。そうですね、うん、実際何が起きていたっていうのもよく分かってないし、うん、実はまあ拉致の可能性がある人も含めて、うん、北海道っていうのは全国で2番目に多い地域なのね。ねえ、びっくりですよね。そうだよね、ユミネーだってね、最初は知らなくてね、知らなかった。一番多いのはやっぱ東京なんですよ、うん、で2番目は北海道なの、うん、でなんでそうなのっていうようなこともね、皆さんたちはまあこれからねゆっくりいろんな形で説明もしてあげたいと思うし、うん、本当に身近でそういうことが起きていて、うん、もし自分の大切なねお子さんやご家族が北朝鮮に連れて行かれたとしたら、うん、はい、全く同じ目に遭うんですよ、うん、皆さん、泣こうがわめこうがね、うん、全くこの国は取り戻すということをしてくれていないし、うん、まあ、努力をしていたとしても結果としてそれが果たされていないということは、うん、まあ、その重圧っていうのは全部家族に来るわけで、うん、残念なお話ですけどね、やっぱね、うん、で家族の皆さんってやっぱね政府に対してなかなか物が言えないんだよね、うん、言いたいと思ってもやっぱ国が助けてくれなきゃいけないと思ってるから、うん、代わりに僕らがいろんなことを調べてこれはおかしいんじゃないですかと言って、うんうん、まあ、いろんな助言をしたりね、うん、まあ、政府とは別に喧嘩してるわけじゃないよ、うん、仲いいからね、うん、してるもんね、うん、まあ、あのこの後いろいろね、うん、分かってくると思うけど、まあ、そういう仕事をしてる中で、はい、こういうラジオを通じてたくさんの皆さんに、はい、その拉致というね、うん、
実態、うん、それから被害者のご家族の思いとかさ、うん、そういうのをもっと身近に感じていただきたいと思って、うん、それで番組をしようと思ったわけですよ、はい、で、うん、まあ、ユミネね一緒に この番組をまあ3年前もずっとやっていてくれて、はい、まあ、私の相方としてねやってくれてるんですが、はいはい、実はまあユミネもですね普段はっていうの歌手だからね本業ラジオパーソナリティーなわけじゃなくてうん、うん、あの自己紹介ちょっとしてください。はい、はい、私は北海道の厚岸町、うん、道東厚岸町の生まれで、うん、はい、演歌歌手です。はい、はい、宇佐美由美子と申します。はい、はい、ですね、演歌歌手で演歌歌手だった。ちょっとね最近ちょっと離れて最近違うよねちょっと離れてますけど、そうね、うんうん、あのなんつうの、まあ歌手でも全然いいと思うけど、うんうん、まあ、デビューは演歌歌手か。そうですね、デビューはね、うん、すごいんですよ。俺も最初聞いてびっくりしたんだけど、札幌にはだから結構演歌って言ってたんだよね若い頃は。あ、そうです、ね、若い頃何今も若いけどそうかごめんちょっと今思わず言っちゃったよ勘違いするじゃん皆さんが。あ、そう、若いですから。あ、まあまあね、はい、うんうん、まあまあで札幌はいろいろ行ってたんでしょだって。ああ、そうですね、うん、小学校ぐらいの時から、うん、歌の大会とか結構行ってましたね。開かれるのがね。うん、そうです、そうです。で、何、北海道代表みたいので、お、はい、結構いろいろ。厚岸町代表とかさ、道東代表とかそういうじゃなくて、ちょっと違いますよ。北海道代表で、そうです、高校野球で言えばあの子な、あれをこうどんどん勝ち上がってってそう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 、北海道の頂点に立ったわけだ。そうですよ、北海道代表として、うん、なんて偉そうなこと言っちゃってますけどまあまあ、でも大会っていうのはそういうもんだから、うんうんうん、まあ、一応北海道代表のね、助けを持って、そうです、行って、はい、東京行くわけや。そう、全国大会に何度か行かせてもらって。それは何、うん、子供のど自慢じゃないでしょ。あ、なんかほら昔ってよくあったじゃないですか、うん、ちびっこ歌まね王座決定戦とかそういう、あったあった、うん、そういうのですね、からまず始まり、大会嵐してたわけ。そうなんですよなんか近所のなんかカラオケ大会じゃもう来てくれるなってなって、小学生ながらに、うん、あの審査員とかさせられちゃってあ、うますぎて、まあ要は他の人がもう歌えないと、うん、まあ、そんな感じだよね。そうなんですよ。え、じゃあそれをこういくつもやってたわけ、小学校ぐらいから。そうなんです、そうなんです。まあ両親が好きだったんでね。ああ、そうか。はい、で最終的に NHK のど自慢ってあるじゃないですか。NHK ある。そうそうそう。でそこに出た時にチャンピオンになって、うん、でチャンピオンの中でもグランドチャンピオン大会っていうのが毎年3月にあるんですけど、うん、グラちゃん、グラちゃん、そうそうそう、グラちゃんがそう、うん、そこに北海道代表として出た時にスカウトされたんです。 NHK ホールとか。あ、そうですよ。マジか。はい、 NHK ホール立ったの。立ったんですよ。あら、すごい。でもまあその時は演歌じゃないんですよ。何中森明菜の曲を歌った。カバーなんだ。まあもちろんプロじゃないから、はいはいはい、オリジナルはないわけだ。そうです、そうです。へえ。それまでは演歌を歌ったことなかったんですよ。何、いや、いや、いわゆるポップスというか歌謡曲。そうですね、が好きで、うん、そうそうそう。へえ。なんだけどスカウトが来た3社とも全部演歌だったんですよあ、それを聞いた時に。そう、まあ分からなくもねえけどな。なんかほら明菜ちゃんってビブラートすごいじゃないですか。うん、演歌っぽいところはあるよ。そうそう、あの要素としては。 うん、そういう感じで、お、はい、スカウトされて、3社とも、はい、演歌で。そうなんです。演歌歌手になりませんかって言われたの。そうなんですよ、演歌歌手。うん、そうね。はあ、うん、まあもちろんそれでレッスン受けるんだよな。そうです、そうです。いろいろね。はい、で CD こう何、うん、吹き込んだりするわけ。でもまあその前にこういろいろさ、うん、やんないの、土佐回りみたいなの。やりましたよ。演歌歌手ってそうだよね。みかん箱の上でねで何、どっかのレコードが、レコード10の前とか。そう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 。うん、私結構公演が多くて。公演そう。なんか所沢っていうところがあるんですけど、あの埼玉県に。あ、埼玉県の所沢、ね。うん、に、あの、航空公演ある。公演があって、うん。そこで、まあ度胸試しじゃないけど、あ、みんなの前、ね、皆さん聞いてくださいって言って自分で行ってこいって言われて。アピールするわけ。はい。で、そこで何、カバーを歌うわけ、うん、
その時はもう自分の曲があったので。あ、じゃあ聴いてください私は。はい。あ、でもレコード出てたんですか。出てたんです。で昼間、うん、昼間はそんなことさせられ、うん、夜はもうキャバレー周りですよね、スナックキャバレー周り、うん、そういうとこ行って、はい、流しのおじさんみたいのいたわけ流しのおじさんっていないか、いなかったんですけどね、うん、うん、で、はい、そこで聴いてくださいと言って。そうです。で手売りで CD 売って。そうなんですよ。レコード CD 何言って、まだ CD の時代ですよCD の時代レコードかと思ってCD、ね、はい、売って、うん、まあまあ覚えていただくあれだよね。そうですね。いきなりなんかこう、うん、まあ、皆さんにも分かると思うけどね、いきなりテレビに出たりとかね、うん、すぐレコードがヒットするとかってことありえなくて。そうですね。はい。ああ、それで修行積むわけだそうですね。じゃあ自分の CD 持ってね。はい。はあ、でその時は何、うん、じゃあいろんなお仕事もあったりしたわけだ。そうですね。コンサート以外になんかいろいろやったりしてた。うん、なんかちょっとなんていうの、再現 VTR とか出たりとか再現フィルム、島倉千代子役とか。あ、なんかね、ほらその人の反省みたいなあるじゃないですか。 あるある、テレビでやってるよね、うん、そうそうそう、その島倉千代子の二十歳役をやってくださいとか。あ、歌が上手だから、その島倉千代子がその頃やってた歌をちょっと歌ってみたりとかする、うん、そういうシーンがあったりもするんだけど。そうそうそう、へー、そんなのありましたね。女優もやってたの。 でもね、全然演技がさ、うん、なんていうの、うん、やったことないからさ、まあ、でも周りにいる子たちがみんな、うん、ね、あの劇団ひまわりですみたいな子とかが来るじゃないですか。うん、そうだ。そうだな、芸歴何年とか話。そうなのよ、そこ。大体そうだよね。そう。うん、なんか私は歌えばいいと思って行ったら、た、うん、そう、そしたらすいません、お姉さん芸歴何年ですかとかって言われて、ええと思って、そう。あ、それ本当の話なんだ。そう。うん、ええー、と思って、うん、いやちょっと私今日は歌だけで来てるんだけどって言ったら、うん、じゃあ私たちの方が長いんだねみたいな感じで言われて、すごい、したそう、感じの悪い子多かったですよ、もう。なんかすいません、先輩みたいな。子役に。そう。そうなの。なんかね、いきなり泣くシーンとかがあったんですよ。なんかね、島倉さんが声が出なくなっちゃう、売れすぎて歌いすぎて、ね、そう、声が出なくなっちゃうんだけど、うん、出なくなったところを、うん、その、周りの観客の人が、はいはい、島倉さんの代わりに全員が大合唱するっていうシーンを撮るっていう。感激のシーンだね。そうなの。それで泣くっていうシーンがあったんですけど、うん、そんな泣いたりとかできないから最初全然できなかったんだけど、うん、結局その子たちにいじめられて泣きましたいい涙出ましたよ。本当にね、へー、あんた泣けないのみたいな話になって、そうそう、悔しくて泣いたんだ。そう、時間ばっかり経つよねみたいなことを聞こえるように言われて、待ち時間長いよねみたいな。そう、そうなんです。まだ泣けないの、あの人みたいな。そう、簡単なのにねみたいな。はーはー、怖ー。本当、そんな世界。怖かったです。そう。もういきなり北海道から出てきて、そうなのよ。そんなのやらされて、泣かされちゃって、うん。もう別にあの何、演技指導とかもされたわけでもないのに。そうよ。ただね、歌えばいいって言われていったらね、うん、曲も違うし、曲も違うしな、そのまま覚えなきゃいけないしな。そう。はあ。大変でしたよ。まあ単純な修行ではなかったんだ、歌手として。うん、そうですね。でもなんか某有名歌手についてさ、うん、あ、なんかないの？ありますあります。ある、前座とかもやりました。あ、前座あるよね前座ね、はい、それも結構いじめられたりとかね。え、そんな世界なの演歌。いやー、厳しかったですね。あ、そう、うん、途中から楽しくなっちゃったけどそういうの楽しくなる感じもあるんだね。まあ、まあ、でも分からなくもないけどね。なんかまあ出番だなってなった時に、うん、あの草履がなくなってて裸足で出たこととかもあります。マジ、うん、着物着て、そう、さて時間が来たと。そう、自分の着替える場所はないからね。どこで着替えるの？トイレですよ。あのちゃんとこう学園とかないわけ。レジャーあるんだけど入んないでって言われちゃって。あ、平気で言うの、そういうこと。言う言う言う。ちょっとあなた入んないで、そう、名前着ようねみたいな感じこれ皆さん誰でも知ってる歌手の方ですけど。そうなの？そうよ。学園のところにさ、誰々様ってよく書いてあるじゃん。うんうん、だいたいね、ちょっとね、なんかあんまりちょっと地方だと、うん、何個もお部屋がないから、大部屋に一緒に、私はちょっとこの端っこにいさせてもらうんだけど、ね、うん、みんなが見てるときは端っこにいさせてくれるんだけど、うん、なんかこう、
ちょっとここで着替えないでとかって言われちゃったりして、トイレでレジャーシート広げて鏡もないのに一生懸命自分で着付けをするっていう、そうで、まあいいかなみたいな、そうで、大物歌手の方はもう3人ぐらいマネージャーついてきてて、でもなんか楽屋から笑い声が聞こえちゃったりするところで、うん、そうですそうです、トイレで着替えて、そうで前座だから先出るわけだ、そう置いて、そう、置いてってる荷物の中に、うん、まだ靴履いてこう着替えてるから、うん、で、あ、ゾーリーってまだなくて、うん、ないからしょうがないから、裸足で出て歌って戻ってきたらゴミ箱の中に捨てられてるっていうね。怖っ。そうですよ。有名な人なの？有名な人です。皆さんの夢が壊れるかもしれないな。うわ、そうだね、うん。言えないけど。言えないけどな。うん、はぁ、まあ、そんなこと。まあでも分からんけどさ、うん、そういうのやられてきたんじゃない、うんうんうん、きっと、うんうんうん、まあ、歴代そういうのがそうそうそう続いててさ、そうほら宝塚みたいなもんじゃない、きっとそうだよね、うん、宝塚のみたいなもんだよね、そうそう、はぁ、うん、そんなことありましたね、まあ、そんなことあったんだね、はい、まあでもそういう中で揉まれて、うん、それでやり続けるわけだよな、そうなんですよ、演歌歌手として、はい、やり続けてきたわけだよ。よく生きてられたな、その世界でな。ねえ、うん。その時じゃない、俺やら魂がちょっと。あ、そうね。うん。やっぱでもそういうのがないと、そこでね、うん、培ったのかも。皆さん、この俺やら魂っていうのは、これ、キーワード、これからずっとたくさん出てくると思うんで。そう。なんかね、うん、ゲストさんとかね、呼んだ時も、俺やら魂がある人を、ね、呼んでくるから。やっぱその、はい、そこがね、こう、うん、タツニウムユミネもこう共感できるとこなんでね、そうですね、うん、俺やら魂ついたんその時な、うん、でまあある時、うん、その僕のとこにね、うんうん、CD が来たわけだよ1枚、うん、ちょっと話飛ぶんだけどさ、うんうんうん、だいぶね、うん、何十年も飛ぶんだけど、何十年とか言わないけどほんの 2,3 年です、分かった分かった、まあ来るわけですよ、うん、CD がね、うん、でそこの CD にタイトル、うん、無事を祈りてという書いてあるわけですよ、うん、歌宇佐美由美子って書いてあるね、うん、その時宇佐美由美子は誰も知らないんですよ、うん、も僕も知らない、うん、まあ、もちろんね、うん、でまあ CD 聞いてみたわけですよ、うん、でそのお手紙が添えてあってね、うん、でその方目黒さんっていう方で、うん、作詞作曲をされた方なんで、うん、その曲を、うん、で実制作だな、 CD なこれな作って、うんうん、でもう潮風ね、うん、まあ、これもまあおいおい説明していくんですけど、僕がやっている北朝鮮の向けのラジオ番組があって、うん、そこに送られてきたわけですよ、うん、で聞いてみたらね、まあ、とってもいい曲なんだね、うん、で、うん、上手なんだよ歌も、ありがとうございます、で、まあ、もちろん演歌調の曲なんだけど、うん、やっぱその魂を感じるというか、うん、なんでも僕が魂を感じるかというと、実はまあ僕もロックで世界を変えようと思ってですね、ある時まあその10代の頃に新宿のルイードというライブハウスがあって、うん、そこでスカウトされるんですね、うん、やっぱり、うん、でそれはもう某もうないんだけど、エピックソニーって今もないんだけどね、うんうんうん、そこでスカウトされて、うん、まあユミネほどひどくはなかったけど、まあいろいろやらされましたよ。でまあそういう音楽生活をやったちょっと経験があったもんで、うん、その音楽についてちょっとうるさいんですね、うんうん、でまあいろんなやっぱね、すごこういうことやってると CD 送ってくんですよ、うん、気持ちのこもったね、うん、ただまあそれが放送できるかできないかとかいろいろなレベルもやっぱりあったりするんで、うん、まあ、そういうのでやっぱみんな聞かせてもらった後にどうするかっていうのをやってね、うん、まあ、1回は北朝鮮に向けて必ずかけてんだけど、うん、でそこの手紙にね、目黒さんがね、要は被害者の方のニュースを見たんですと、うん、これまさに横田めぐみちゃんのね、お母さんの姿を見たんだよね、うん、でそれを見て、うん、作詞されて、うん、曲もつけて、はい、作ったんですと書いてある、ぜひこれをね北朝鮮向けのラジオ放送で放送してほしいと書いてあったわけですよ、うん、でまあ今言った通りとてもいい曲だったんで、うん、まあ、もちろん北朝鮮にも何回も放送させていただいたんですね、はい、である時僕が、うん、コンサートを開きたいと、うん、まあ、これもいっぱい逸話があるんだよね、これもまあ後々話が出てくるんだけど、うん、要は拉致被害者の皆さんに向けたコンサートを開こうと、うん、でこういった曲を歌ってる人たくさん他にもいらっしゃるんで、うん、そういう人たちを全部集めてやろうと言ってね、うんうん、た時に宇佐美由美子ってどこにもいないんですよ、
CD には名前書いてあるけど、うんうん、でネットで探すわけですよ、うん、これね今から考えたら無謀な話だよな個人情報ネットに書いてさいませんかっつって偽物が来たらどうすんだって話だよで、うんまあ、そんなことも考えず書いたらなんとね、うん、それを見つけたんだよね、うんうん、俺の机の上にある時この宇佐美由美子と書いた手紙がね置いてあるわけですよ裏めくったら宇佐美由美子って書いてあるわけで、うん、中身を見たら、うん、その俺が探してるというのを知ったと言って書いてあるんで、うん、じゃあぜひ お会いしませんかと言って、うん、あ四ツ谷だよなそうですね、うんうんうん、待ち合わせしたのね、うん、四ツ谷の喫茶店でさ、うん、そしたらなんか一眼おじさんといたりしてねなんか、うん、間違えちゃってねその話もいろいろ面白いんだけど、うん、そこで初めてお会いして、うん、いろいろ話を聞いてみると、うん実はユミネ自身が北朝鮮のこの拉致問題というのに個人的にたくさん関心を持っていたというとこから始まるんだよね。うーん、まあ、びっくりしたよ俺は。俺より詳しいんだ。本当に。だってニュースではあまりやらないから。そうね。そうですよね、うん。なんでこの人たちは連れてかれて、うん、今帰ってきたけどまだいるって言ってるんだろうとか、そうだね、他の人はなんで帰ってこれないんだろうっていうのがやっぱり本当に疑問だったんで、うん、不思議に思うわな。そういろいろ本をね買って読んでっていう、うんうんそうだね、やっと真相を知れる教えてもらえる人と会えるんだって思ったら嬉しくなっちゃってね。あの、ほんとね、その時は僕忙しくて1時間ぐらいしか会えなかったんだけど、59分は喋ってました。全部質問ね。そう。で、とりあえず、あの、うん、もう一回会いましょうっていう話になって、そこは別れるんだけど、うん、まあ、そのぐらい、うん、全部質問だったね。うん、で、次会った時に、うん、北海道でその拉致会社の救出を願うコンサートをやるから、うんね、ユミネ、まあ、その頃はユミネなんて呼んでないんだけど、うん、北海道出身だから出ていただけませんかと、うんまあ、オファーをするわけですよ、はい、で札幌のあれ、うん、どこだっけ大通公園のそばだったよね。そうなんとか学園、そう学校だったよね。そう足立学園かな、足立学園のなんとかホールがあってね、大通ホールとかねいうところで、そう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 、まあ、とってもあの綺麗なとこでね、うん、あのサイズも手頃なところで、うん学校の皆さんも快く受けていただいて、うん、その会場をお借りして、うん、そこで、まあ、いわば凱旋コンサートみたいになるんだけど、うんまあ、そこでその、うん、送ってきていただいた無事を祈り手を歌うわけですよ、うん、はい、でまあ無事を祈り手な歌うのはあれなんだけど、うん、実はユミネはねハングルがねできるんだよね。あちょっとね、ちょっとね、ちょっとできますよ、うんまあ、勉強自分でされていて、うんはいまあ、周りにこう韓国人の方とかね、はいまあ、そういう方々といろいろな交流をする中で勉強していて、うんはい、その無事を祈りての2番を、うん、まあ翻訳したわけだよな。そうですそうです、まあ、みんなにも見てもらいながらね、うん、でそれを歌いたいという話があって、うん、じゃあそれやろうよと言って、うんユミネは当日日本語1番、うん、で韓国語2番、うん、ということで、うん、北朝鮮に向かってその声を生で歌うということをやってくれてね、うん、これちょっとねみんなに聞いてもらいたいと思うんで、うん、はい、はい、2016年のそうですね、7月15日、うん北海道の札幌、はい、大通公園小ホールかな、うん、大通公園ホールで歌った、ユミネの無事を祈り手ちょっと聞いてください。
bones to eat log ne ma ume toru nun senage bokucho orugo sarahanu nenimu tashiku de bokeku歌手だったね。めっちゃ緊張してるね。声がね。そうなの。だってね。今のは考えられない。だってね、あの時ほら、タツニーに会ってさ、うん、こうこうこうでってみんなに話したのよ、うん、お友達に。あのね。そうそうそう。俺と会った話をしたわけだ。そうそうそう。うん、そしたらね、うん、そんな話はないって言われて、もしかしたら。うん、北海道でね、やるって言って、うん、何中国経由で、平壌に連れてかれるんじゃないって友達が言うから、え、あるかもって思っちゃってさ。もしかしたら？もうだから、歌うまで、ドキドキしちゃってた。うん、何？本当よ。だって顔、皆さん見えてないかもしれないけど、めちゃくちゃ怖い顔してるんですよ、タツニーって。何なんかめっちゃ怖い顔してるから、いや、その人って工作員なんじゃないのって言われて、え、もしかしたらそうかもって、ちょっと待って。話ができすぎる。北海道でコンサートやるって。そう。おかしいよって。まあ確かにな、飛行機取りますかって言ったら、私いいですって言ったもんな。一緒に飛行機取りますかって。え、絶対いいですと思って、私自分で取りますか。確かに言ったな。そう、だって怖いんだもん。あ、そう。そうよ。まさかだってな。で、まあそもそもがさ、うんうんうん、まあネットで探していて、それを見つけて、うん、手紙もらって、うん、会って、うん、で、1回目はもう1時間あっという間に終わっちゃって、うん、で次会って、あれ赤坂かなんかで会ってな、うん、飯食いながら喋ってたけど、うん、そこで北海道の話を持ち出されて、うん、私北海道の歌手ですって話はしてるから、うん、これはと思うかもな。そうなのよ、ね、びっくりしちゃってさ。しかも飛行機取りますからって言われてな。そうなのよ
そういう人もいるって聞いたしさ。まあ、騙して連れていくとかあるからね。そうなのよ。怖い顔もしてるしさ。大体な、工作員っていうのは、優しく見えるやつが大体危ねえんだよ。ああね、うん。私は、悪人ですっていう悪い人いないでしょ。そうね。だから、そういうことをね、その時は知らなかったからね。そうね。そうなのよ。あ、そういうふうに思ってたわけだ。そうよ。そうよ。今とんでもないけどな、そんなこと全くないけどな今はな、まあ、初の北海道だ凱旋だし、うん、はい、まあ、しかも初参戦だったかな。そうなのよ。だからそれで緊張してんのかと思ったね。いや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 、それもちょっとあったけどいやいやいや、ちょっとそっちは、うん、ということでね、まあ、はい、ね、うん、北朝鮮の拉致被害者の問題っていうのを、まあ、うん、みんなにこうベターで知ってもらいたいっていうかな、うん、知るチャンスないと思うんで、うん、必ずねそういう場面は今後もたくさん作っていくんでね、はい、まあ、それの手伝いをユミネにもしてもらおうということで、はいはい、まあ、大抵まあどうだろう、8割ぐらいはいい加減な話してるんでそうだよね、うん、聞き流してもらって構わないし、はい、ラジオなんでね、うん、まあ、どっかにそういうのを聞いてほしいという、うん、まあ、そんな2人が3年ぶりに帰ってきたと、はい、はい、まあ、3年前アルビバックって言って終わったからね。ああそうだよね、うん、そんなことがありましたね。そうそうそう、だからねまあ約束が果たせてよかったなということでございます。はい、まあ、2人のとりあえず簡単な自己紹介をしてみました。はい。タツニー、あ、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さてここからはですね、はい、前の3年前は家族の絆というコーナーで、はい、これはね北朝鮮に拉致をされているだろう、うん、まあ、拉致をされている可能性がある人たちの、はい、ご家族の皆さんをちょっとの声をね、はい、聞いてもらおうというコーナーなんですよ。はい、で今日は、まあ、復帰第1回だから、はい、うん、やっぱ北海道にね関わる ね、全国にいらっしゃるけど、うん、北海道に関わるご家族、はいはい、ということで、はい、北海道のさ大牟町ってご存知の方いるよね、うん、みんなね、うん、分かんないかな、知ってるか、知ってると思いますよ、うんうん、まあ、大津区海の方だよな、はい、上の方だよね、はい、そこからこう網走の方に降りていく途中だね、うん、はい、でそこで1967年だよ、はい、に船ごといなくなるっていうご家族が、神谷さんっていうね、はい、ご家族がいて、はい、お父さんとお兄さんと弟2人かな、うん、が船乗っていたわけよ、うん、漁師さんでね、はい、でこれからはお話を聞いていただくのはそのいわゆる長女の、はい、北越優子さんという方、これ札幌に在住で、はい、前回までの俺やらで生放送もやったよね。そうですね、スタジオに来てもらってね、来ていただいてね、 HBC とか取材していただいてね、家族の皆さんが、はい、まあ、直接喋るというんでね、はい、テレビで報道したのを覚えてる方もいらっしゃるかもしれないけど、はい、まあ、その北越優子さんの、うん、まず被害者の家族の方に向かって呼びかける、はい、ラジオでこれ放送したんだけどね、北朝鮮に向かってね、うん、はい、その声をぜひ聞いていただきたいと思います。はい、お父さん、わかりますか、娘の優子です、大牟町の神谷健吾の娘優子ですよ、健吾兄さん、のりしと早見、会いたいです、昭和42年11月7日、本当に何があったんですか？11月7日のその日から1週間、漁師の仲間、消防団、町民の人たち、本当にたくさん、何百人の人たちが迎え火を焚いて、吹雪の日も沿岸の巡回や船の引き上げ作業を続けてくれましたよ。一刻も早く冷たい海から親父を、のりしと敬語兄さんを、早見を戻したいと捜索を続けてくれたんだよ。私は最初から敬語兄さんの冷静な判断と
創業の腕、お父さんの長年の海の厳しさの判断などから無理、無謀な創業で転覆したと海上保安部や警察の判断にはずっと批判的で納得していなかったの。3年前、大牟町の割烹弥生に北朝鮮工作員の女がいたとの情報が入り、調査をしたところ、4人も工作員が出入りしていたとの証言を取って、すぐに調査会にお願いして本格的な救出運動に入っております。日本は北朝鮮とは国交が正常化されていないため、すぐにあなたたちのところに出向くことができない状況にあります。あなたたちの救出を諦めず頑張るから、いつまでも体に気をつけて日本に戻るまで気力を失わず頑張ってください。お父さん、お兄さん、のりひと早見、一日も早く会いたいです。会いたくて会いたくて、お母さんもおばあちゃんもみずちゃんも別れていきました。そのみんなの分、会いたいですという呼びかけでした。はい、まあ、ユミネームね、あの、うん、北口さん、優子さんとは顔見知りだしね、はい、まあ、どんな思いでこれを話してるのかってすごくよくわかると思うよね。うん、当時、うん、ね、いなくなっちゃったお父さんとお兄さんと弟2人がいなくなったわけじゃないですか。うん、家にはもう男手が誰もいなくなっちゃって、本当だね、もうどんなに大変だったかって思ったら、うん、もうなんかね、いや、いたたまれないよね。いや、本当そうですよ。で、ま、ね、しかもその船のね、あれが荒かったんじゃないかとか言われて、うん、ね、ご本人はもうお母さんもそうだし、うん、すごい嫌な思いもたくさんされたんじゃないかなっていうのがありますよね。でも、すごく気丈な方だから、うん、ね、絶対に負けないでね、うん、そうなの、ずっと当時も戦ってたし、うん、いや、まあ、いろんな目撃証言があってね、黒い船に囲まれていたとかね、はい、そういう話もあって、はい、で、まあ、これはもうそうじゃないかと、しかもその工作員の話が出てきてね、うん、まあ、実際このコーデギーっていう工作員は北海道でいろいろね、はい、動きをしていて、うん、で、日本人の人を、はい、まあ、嫁さんにするわけだよ、うん、でその方渡辺秀子さんって言うんだけど、はい、その方もいなくなってるわけ、まあ、非常にだから関わりが深いということもあるし、うん、一方でね、北朝鮮っていうのは、はい、海上で、うん、漁師ばっかりを狙った拉致もやっていたわけ、うん、これはあの実際にそれに関わっていた工作員と実際会って話を聞いたことがあるんだけど、はい、うん、まあ、対日漁民作戦って言ってたね。うん、要するにどこの海域だかわからないと、その後工作員言ってたの、はい、要はね、全部縦割りだから、うん、北朝鮮から船乗って操船してくる人間と、うん、実際に船に乗り込んで、うん、はい、人を拉致してくる人間というのは、ね、全く役割が分かってないわけよ。だからどこに連れて行かれるのかもわからないし、うん、行った先でお前やってこいって言われるから、うん、どこでやったかわかんないけど、その人物は、うんうん、そうね、50人は日本人を殺しましたって言ってた。で、な、まあ、なんでそうなのかというと、うん、それはだから例えば船にさ、うん、6人乗ってたつでしょ、うん、はい、でその中の一番若いやつだけを拉致して、うん、残りの5人の人たちは船に閉じ込めちゃうんだってよ、うん、で船に穴を開けてそのままね沈めるんだって。だ、まあ、生き埋めって言葉あるけどさ、まあ、そんなことするわけよ。うん、でね、穴の開ける場所によってはね、こう傾いたりしないから、はい、油とかさ、よく浮くじゃない。うん、ああいうことにならないんだって。わかんないの。それで、一番若いやつだけを連れていくと。で、どの海域でやったんだったら、まあ、さっき言った通り、うん、連れて行かれるかわかんないんだって。うん、でも、日本人だってことはわかったと。うん、だからまあそれを10回近くやったんで、うん、という言い方でね、
まあ、あの韓国に上陸しようとして捕まったんだろうね、多分ね。で日本に来て、うん、そういうのを謝りたいという気持ちがいっぱいだって言うんだけど、うん、その人たちっていうのは何かあれですか、人質とかを取られてるからそういうことをしたとか、まあ、工作員はね、はい、これはまあ別の工作員から聞いた話だと、はい、やっぱり洗脳されてるんだよね、うん、あで将軍様のために人なんかしても何とも思わないと、うんでもっともっと話をしてみると、うん、これは将軍様のためにやってんだけど、うん、やっぱ家族を守らなきゃいけないという、うん、そういう思いもあるみたい。うんだからまあ北朝鮮というのはさ、みんなも知ってる通り公開処刑とかさ、はい、強制収容所とかね、まあ、こう聞いたことあると思うんだよね、はい、まあ、平気でまあそうやって人の、まあ、人権という言葉を使ったらいいかどうかわからんけど、うん人権という言葉がないんだって。うん脱北した朝鮮の人に聞いたよ、はい、だから人の命なんかどうも思ってないわけ。うんそうすると自分がここでこのミッションを終えて、うん、ちゃんとね、うん、まあ日本人を連れて帰るか、うん、あるいは成功させるかしないかったらば、うん、今度自分がどうなるかわからないし、その家族もどうなるかわからないと思ったら、うん、もう絶対ね怖くてやめられないと、そうですよね、いうことを言ってましたね。だから、そういう洗脳が解けてもかえってみんないい人になるんですよ。うん、で、まあ、北朝鮮の教育って日本のことについてものすごい、まあ、悪いような日程とかね、うん、こう覚え込まされるわけでしょ。うんでも、うんまあ、脱北してみたら実はそうじゃない、うん、あるいはさ、うん、日本人になるし済ますために、はい、教育も受けたりしてるわけだ、うん、でそこで日本語覚えたりしてね、で、うん、日本のその田口八重子さんなんていうのは、うん、その金正恩氏という、ね、工作員に日本語を教えたりしてるわけでしょ、うん、そう考えると、はいまあ、すごく近いところでそういうことが起きていて、うん、で日本のパスポートとかそういうものを使えば、うん工作員が日本人になりすまして世界で悪いこともできると、うん、いうことを繰り返しやっぱやってきてたんだよね、うん、だ簡単にやっぱそうやって日本人を連れていく、うん、ということがもう、まあ、苦でも何でもなかったと。もうなんか恥ずかしかったよ俺工作員に苦でも何でもないと言われたらさ、うん、簡単だってことですもんね、まあ、そういうことよ。まあ、だからそれだけ全く無防備な、もちろん日本っていうのはまず四方八方全部海で囲われてるから、うん、もうそれ守るのは大変でしょう、うん、でもあの韓国の38度線のさ、はい、海域ね、うん、なんか島なんかに行ったりすると、うん、もうちゃんとね見えるところにいるもんね、うん、でしかも海岸には鉄条網が張ってあってさ、うん、まあ韓国っていうのはもう北朝鮮と休戦状態にあるから、はいまあ、それはそうなんだけど、うん、あまりにも簡単だって言ってた工作員が、うんまあ、それだけ浸透しやすいということなんで、うんまあ、もちろん北海道なんか、うん、もう周り全部海だからね、うん、どっからでも入りやすいだろうし、うん、さらに言えばさ、うん、炭鉱なんかで出稼ぎに来ていた半島の人たちがたくさんいてさ、うんでまあ、実際に、うんまあ、これは強制労働だとかいういろんな話もあるけど、うんまあ、僕らが調べていくとやっぱり出稼ぎに来てた人が多いんだよね、うん、で別にそこでなんかさ日本人が何かをしたわけでもなく、うん、やっぱり仕事がなくて食えなくて、うん、で働きに来てたっていう話がまだあって、うん、で今でもやっぱそういうのが定着してさ、うん、こう北海道はたくさんこう朝鮮なんつうの部落とは言わないけどな今な、うんうん、まあそういう形でこうコミュニティがまだ残ってたりね、うん、そういうケースがあって、はい、でそういうところにね潜伏したりするわけだよ。なるほどね。別にウェルカムで潜伏させてんじゃなくて、うん、その人たちも実は北朝鮮に家族がいたり親戚がいたりすると、うんうん、まあ言ってみれば脅されるわけだよね。嫌だとは言えないですもんね。ねどうなるか分かんないわけでしょ、うん、そうすると断れなくて、うんまあ、協力してしまうとかね、うんまあ、そういう人に実際僕も会って話をしたことがありますけど、はいまあ、そういう状況でこう日本の中でもいろんなことをやってきたわけだよね、うんまあ、そのミッションの一つが日本人拉致という、うんまあ、そういうことをやっていたということなんでね、まあ、あの今日はとりあえず、はい北海道の大牟町からね、はいいなくなった、北越優子さん
神谷慶五郎さんね、はい、のご一家の慶雲丸という船のお話をしましたけれども、はいはい、まあ、今後ね、この番組の中では必ず、一組はこういうのをご紹介して、これ全国いないとこないんでね、うん、いろんな地域で、まあ、この放送もあのアプリ使えばどこでも聞けるから、はい、札幌だけの放送じゃないんでね、うん、全国で聞けるように、はい、まあ、いろんな方にそういうことをお知らせしていきたいというふうに思っております。はい、初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやるということなんだな。まあ3年前振り返ってみればさ、うんうん、まだまだやりたいコーナーいっぱいあんだけど、うん、まあ、あと10分しかなくなっちゃったよ。ねえねえ、何あと10分しかないって言った。ね、うん、これだけは言いたかった。何よ。野球始まったね。あ、そうね。まあ、これもおいおいね、分かっていくと思うんだけど、うん、2人はとても大の野球好きでして、そうなんです。まあ、僕はね、東京出身の東京育ち。うん、で、一番近い球場が、神宮球場なんですね、うん。ということは、東京ヤクルトスワローズのファンで、子供の頃からずっと通っていたんですね。はい、うん、まあ、弱かろうがなんだろうが、まあ、ずっと応援してきたわけですよ。うん、まあ、ここのとこ強かった。まあ、去年は5位。うん、でね、そうね、うん、まあ、ああいうチームなんです、うん、その本当に強かった時期はやっぱその古田敦也がいた頃ね、うんうん、覚えてる方もたくさんいると思うけど、あの時期は本当黄金期と言われて野村監督で ね、うん、ね、野村さんね、うん、すごい強かったんだけど、うん、まあ、あれ以降はね、まあ、たまに勝つぐらいの程度で、うん、まあどちらかっていや弱いチームだな。俺でもほらね、うん、応援しがいがあるじゃないですか。そうね、うん、まあ何とも村上がいるからね。あ、そうですね。ね、うん、外れ1位でよかったっていう話。そうだね。うん、やばいかなこれ、うん、北海道でこの話は禁句かもわからないけど。今ユミネは、はい、まあ、北海道出身なんでファイターズをまあ長く応援してね、うん、エスコンフィールド行きたいよね。いや行きたいのよ。ね、ね、うん、ぜひ生放送の時にね行きたいですよね。行きたいよね、エスコン行ってね。うん、でまあ、ユミネはね着々とこれ狙ってるのがあってこれはね前から始球式がやりたいって言ってるのね。そうなのよ、着物でね、着物でね、うん、まあ、あの札幌ドームから時から言っててな。そうなの、まあ、ちょっと模索した時もあるんだけどちょっとなんか いろいろファイターズ の、 あの候補の方は忙しいというかな、うん、あのらしくって、どなたかもし聞いてる方がいらっしゃったらね、うん、ぜひあのいつでもあの出れるように肩温めてありますんでね。本当着物でサブマリンやりますよ。いやすごいじゃん。サブマリン、ね、そう、着物、それさかっこよくない、下投げすんじゃないのか。違う違う、ちゃんと行くの。あんた、そうだよ、そうだよ。あ、そう、うん、かっこいいでしょ。宣言してますよ、はい、頑張ります。もしいたら、はい、ぜひぜひ、はい、まあでも今年はあれじゃない、うん、新庄監督もさ、そうなの、すごい若手使ってるよね。そう、と、もう外国人も結構ねいいの来てるし、あれはやっぱファイターズもエスコンになって、はい、お金持ちになったんで。そうなのか、はい、やっぱ選手いっぱい取ったわけ。そうですね、なんか異例の体制だっていうもんね、外国人ね、うん、まあ、あとやっぱり若い子がね今育ってきてますからね。でしょ、タミヤ、タミヤね、いいよね、水野、うんうんうん、水野ね、ね、いいでしょ、うん、まあ万波君もね、万波君はな、うん、外人かと思ったけど万波君だったよ。そうそうそう、うん、いや、まあ、もう一人いるけど、もう一人、うん、もう一人いるんだ。そう、万波君みたいな、水谷君かな、まあ侍っていい経験になっただろうし、うんうん、まあ将来の4番というかね、うん、今年は誰がブレイクするのか、ね、なってくれればね、すごいいいかなと思うから、うん、はい、まあでもやっぱこう何、うん、新庄監督がさ、うん、ああいう何、こう一番ビッグボスをさ、うん、新庄に変えて、うん、ちょっと本気出してきたかなっていう気がするよね、そうなのよ、去年からね、うんうんうん、今度は何かね、そのパフォーマンスじゃなくてさ、そう、勝つためのチーム作りっていうか、うん、やっぱ上手だなと思いますね。そうなのかな、やっぱ若手の気持ちが分かるというか、うん、あとね、もう一つ言いたいことがあるんだけど、いい、あの中田翔と西川春樹も頑張ってるのよ。おーおー、我がスワローズに来て開幕戦激突したけどね、うんうんうん、2本ホームラン打たれたもんな、うん、すごいよね、うん、G 出てよかったんじゃないか。
そうですね、まあ、いろんな事情があって G 言ったけど、うん、でもよかったと思う。立浪監督に物申せるのは、うん、多分中田翔か清原ぐらいしかいないんじゃない、まあ、でもああやってさ、うん、まあ、実際成績もとりあえず残してそうああいう姿を見せれば、うん、まあある意味リーダーになれる、うん、引っ張っていける兄貴分でさ、うん、いられるから、うん、出てよかったよね、うん、まあ、でも活躍してくれてる姿を見るのはやっぱりファイターズファンとしては嬉しいですよ。そうだよね、うん、いやなんかさ俺、うん、広島行くのかなってちょっと思ったの。いや私もそう思ってました。地元に帰るかなってね。しかも広島カープは西川がいなくなってさ、うん、西川龍馬ね、うん、格がいなくなるっていうかさ、もともと4番がいないチームだって俺はしばらく見てたっけ、ね、うん、だからそういう意味ではいいのかなと思ったけど、まあ、あれか、うん、チームの何ちょっと雰囲気とはやっぱりちょっと違うしね、うん、今若鯉が頑張ってますからねカープ、ね、広島もね、はい、うん、そういう意味ではやっぱ、うん、何 あそこは田村か。そうですね、うん、もう侍ジャパンですよね。選ばれてな、うん、あれいいバッターだと思うわ。そうですね、西川春樹も、うん、そう出てよかったよね、うん、いや春樹なんか、スワローズに行ってチヤホヤされなくて自分でびっくりしたんですって。いやそうだよ、他にチヤホヤされるだけやつたくさんいるからね。そうなのびっくりしたらしいですよ。そうそう、俺はね、うん、まあ、ちょっと前に辞めた坂口、うん、近鉄選手もね、うん、今解説やってるけど、はいはいはい、彼が来た時にやっぱすごくやっぱ、うん、いぶし銀っていう言葉があるかな、うん、そうね、坂口はね、しかもファイターでしょ、うん、西川も結構そこは共通すると思うわけ、うん、だから走れるし、うん、守れるし、うん、そうそうそう、まだまだいけますよね。しかもファイターズの時は結構3割打ったりしてたから、うん、楽天はやっぱ合わなかったね。いやそうだと思うね、うん、見てる側もなんとなくしっくりしなかったもん ね、うん、まあ、そういう意味では、うん、多分合うじゃないですか、ねはい、今も塩見と西川の1、2番がすごくやっぱりしっくりきてるよね、うん、はい、そこもちょっと応援したいななんて。そうだよな、まあ、だからファイターズ出身で、うん、そうです ね、 ね、うん、日本では違うチームで活躍してる、はい、まあ、うん、あれ吉田輝星だってさ、うん、オリックス行ってな、うん、結構いい投球してたよ見てたら、うんうんうん、もうちょっとファイターズとか頑張ってほしかった。そうね、寒いとこ嫌だって言ったから多分暖かいとこでブレイクしちゃったのかな。あ、秋田じゃなかったっけ。そう、なんかまた雪あんのかって言ってたもんね。北海道ドラフト捉えた時に そう思ったんだあって。そう、へー、すごい残念な顔してて。あ、そう、そう、あれ西行って、うん、もう雪降らないから、うん、イエーイってなっちゃったのかも。だから結構いいと思うなんですよ。そうでしょ、うん、まあでも結構なんか大なた振って、うん、いろいろこう、うん、やったのよね、うん、まず栗山さんがいるし、そうそう、ね、あの二軍には稲葉監督もいるし ね、 ね、はい、まあ、ちょっと体制がもうかなりできてるから、うん、まあ、今年はちょっと来ちゃうんじゃない。結構何、うん、こう野球始まる前ってさ、うん、いろんな番組で順位予想とかやるじゃん。うん、あ、まああんまり上にはいなかった正直ね、うんうんうん、でも3位ぐらいは結構いたから、うん、下手すると、うん、台風の目ってありえるよね、うん、もうやばいよ、時間がなくなっちゃった。え、大変大変。もっとたくさん喋れたことあったんだけど。、はい、とりあえず復帰第1回の放送皆さんいかがでしたかね。え、うん、楽しんでいただけたかな、ね、それでは皆さん、また来週。タツニーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。